はい、こんにちは。で、今回はね、こちらスーパーアンビナンスです。これ116番に、出てきたもので、ですね、こちらになるんですね。で、これがよいしょ、このスーパーアンビナンスでして、まあ、これは、患者の配送はもちろん、まあ、多数の重病者が発生した現場の、まあ、ボディを左右を拡張し、まあ、救助者としても活躍する緊急車両なんですね。で、トビカでも、重病室を左右に拡張できる車と、まあ、これはもともとその幅の長さっていうのが非常に大きくなってですね、まあこういうふうに、まあちょっと こういうタイプのやつはね、ちょっと壊れるってことはあんまりないと思うんだけど、まあちょっと壊れそうでいて怖いですよね。硬くなってるんですよ、これ。で、無理にこう押し広げたりなんかするとね、ボキッと壊れたりしないといけないんでね。で、同時にこうカメラで固定してあるんで、まあそれがね、壊れるといけないんですけど、ちょっと申し訳ないです。ちょっとこう試みては見たんですが、ちょっと拡張ちょっとできなくて申し訳ないです。ただこれ本来横浜に広がるんですね。ただこの手のやつは、あのこの手のミニカーはね、あのほらプラスチックでどうしてもできてるもんですから、あんまりそのピタッとくっついちゃうんだよね。ですからこれ無理やり広げようとするとボキッと壊れたりするんで、あの多分ちっちゃい子供なんかがちょっと遊ぶには不便かなと思いますね。それは要するにちっちゃい子ってそういう何が何だか分かんない中で遊んでるから、結局それを何でいかないのか分かんなくて、思い切り広げようと思ってガチッブキッてやっちゃう時があるんですからね。だからまあそれがやっぱり遊ぶ上では気をつけてほしいなと思うんですけども、まあ本来はこれが横幅に広いてし開けてですね、で、まあ、ちょっとした病院みたいに早変わりするんですよね。で、もともとこれがトミカで出てきたのが98年ぐらい、ちょうどね、98年じゃない、もっと前だ、26年ぐらい前、95年ぐらいだからね。で、ちょうどそういう時ってこれ悲しいことから起きたんですよ。要するに悲しい現場からこれが登場したのですね。というのはそれは、あの阪神、あまあ淡路大震災が、あれがまだ起こるちょっと前じゃないかな、の時に、あのまあ地下鉄サリン事件というね、非常にそのあってはならない事件があったんだけど、まあそれで、まあ日本がこのテロの標的になってしまったんですね。で、それであの地下鉄サリン事件の時に、まあそのまあなんていうの、地下鉄に、まあ、毒物っていうか、それをこう撒いた人がいて、でそれで多くの患者の人が亡くなったり、あるいは、まあ、重度の障害になっちゃったりとかいう人もいたわけですよね。で、それでその時に、まあ、これは大変だということで普通の救急車なんかを呼んでくるんだけど、本来のよく見かけるするあの救急車では対応ができないと。で、そういう時に、まあ、その悲しい事件を教訓に、そのスーパーアンビナンスというもの、救急車が考え出されたんですよね。やっぱりその時、ああいう風な事件が今後とも起きらないとは限らないので、最悪それが起きてしまった場合に、その考えた時に、その本来の救急車ではとてもじゃない、まあ人の命を預かったりするから間に合わない。そうすると、まあ拡張してその定員が10人とか、6人とかいるような、そういうふうなものに、書いていくというね。だからそれで、なっていくので、まあ、それをこうね、作っていくということなんですよね。だからまあ、作っていくじゃない、それが誕生したということですね。で、それ以来、まあ、トミカでも、まあ、そういったところにこう注目をしてですね、でこういうアンビランスっていうのを出してきたんですね。まあ、トミカもね、もう昔からそうだけど、ずっともうね、世の中の人ね、ほとんどトミカを知らないって人はいないと思うんですね。大体男の子で遊んでるのが大体 88% ぐらい
高い確率でトミカを所有してるらしいので、ちっちゃい子とかね、アンケートとか聞いたらね。だからまあトミカを持ってないっていううちは多分ほとんどいないと思います。むしろそういううちがいるってね、よっぽど珍しい家庭だと思いますよ。だからまあなんて言うんですかね、そういうわけでまあ例えばですよ、所有することがなかったにしろ、まあお店なんかに行けばトミカがずらっと売られてるじゃん。今スーパーとかでもね売られてますから。だからまあそういうベーシアとかね、でそういうところで見かけれたら、こういうのを目にするわけです。でそれで本当にあるのかなと疑い深くなるんだけど、実際にあるんですね。だからまあそれがある意味トミカから与えた影響って大きいですよね。本当にこんな実写あんのかよと思ったら実写があるっていうね。でそういうところで、まあ、活躍する車ということで、まあこれもこれでなかなか迫力がある、し、もともとギガってのはあのトラックですからね、イスズの。でそれでまあこういう風な特殊車両っていうのが出てきたってことですね。というわけでどうもありがとうございました。